日本埼玉県埼玉市見沼区大和田町。大和田町は埼玉県埼玉市見沼区の町名。現行行政地名は大和田町1丁目及び大和田町2丁目。住居表示未実施地区。郵便番号は337-0053。地区南部埼玉市見沼区の西部の大宮台地上に位置する。東部の打線を境に大胸南側が一丁目。 北側が二丁目である。地区の中央には、東部の打線を大和田駅があり、駅舎がある北側に駅前ロータリーがある地区内は、芝川流域の国一部を除き、ほぼ全域が市街各域である。南北に、第二産業道路が貫いており、開発が進んでいる。大規模なマンションなどは少なく、小建て住宅や小規模なアパートによって形成された、市街地が広がる。地区内は、 三沼田んぼに近接する西部が埼玉市の風地地区に条例で指定され、樹木の伐採植樹や開発行為などが制限されている。大和田駅の北側から堀崎町団地、島小学校方面へ抜ける都市計画道路大和田復活作戦が都市計画決定されていたが、2015年9月2日に東大宮岩月線と桜木宮ヶ谷等線の間の 約1030メートルが廃止された。差し扇宮ヶ谷当線以南の120メートルは、大和田北大通線として整備されることとなった。地内に、旧石器時代から、縄文初期にかけての遺跡である、高井遺跡や大和田本村遺跡、室町期の大和田神谷跡がある。国土交通省地下工事都道府県地下。 詳細地にさんとも2020年7月1日時点、2017年9月1日時点の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。なお、2丁目の西部は宇都宮線とろ駅との距離が 1km 前後で利用が可能である。ありがとうございます。